篠田真理子、泥沼離婚に終止符、私も社長の肩書きに騙された、夫は年収300万円以下で呆然。3月23日、元 AKB48 の篠田真理子、37が、3歳年下で実業家の高橋優太氏との離婚を発表した。2人は2019年、交際ゼロ日婚で話題となり、2020年に娘が誕生。 2021年には第13回ベストマザー賞を受賞するなどママタレントとしても目覚ましい活躍をしていただが2022年8月離婚調停中だと報道されると状況は一変篠田の LINE のスクリーンショットや篠田が浮気を懺悔するような音声データが流出するなど双方の主張が食い違ったまま泥沼化 そして騒動から約半年後篠田は自身のインスタグラムで離婚が合意したことを報告そこには私はこの度の件についてマリコの言葉を信じることにしましたという高橋氏のコメントも掲載され円満解決がアピールされていたマリコ様の離婚のニュースを見て自分の話かと思いましたと苦笑するのは39歳の永瀬亜紀さんかな 小学2年生の娘がいるシングルマザーだアキさんは3年前年下の経営者だった夫と超泥沼離婚を経験篠田のニュースは自身の経験と被るところが多々あるという私が33歳の時に31歳だった元旦那と出会いました共通の友人がいてありきたりですが出会いは食事会でした 当時、アキさんはネイルサロンとエステサロンを経営していた。仕事はうまくいっていたが、恋愛の方はなかなか出会いに恵まれなかったという。20代後半で独立して、小さいながらも複数店舗展開するなど経営は順調でした。収入も同世代よりはあったせいか、同い年のサラリーマンとは話が合わないし、年上の経営者は、僕と付き合えば。 店舗展開に協力するよとパパ活みたいな誘いしかなくて笑仕事に生きるしかないのかなと思っていたところ元旦那と出会ったんです彼はライブ配信者ライバーやインフルエンサーの育成事業を手がけている会社の社長だったざっくり今時の芸能事務所って感じですかね私がよくわからない業種だったせいもあって 彼の仕事話の一つ一つが新鮮でした同じ経営者だし年下だからか私が稼いでることも引け目に感じず俺も秋さんみたいにもっと頑張らなきゃなんていうのが可愛らしく思えたんです2人はすぐに交際を始めた付き合って半年後同性の話となりトントン表紙で入籍することになった お金のことは本当に何も決めないで結婚しました。今思えばこれが間違いだったんですよね。引っ越し資金から家賃生活費光熱費など全て折半秋さんは自分で稼いでいるので細かいことはさほど気にしなかったというが離婚して冷静になって考えれば私が7から8割は出していたと思います。 特に気にも留めてなかったんですけどそして1年ほどが経った頃秋さんは妊娠が発覚した出産準備で自宅にいる時間は増えたが家庭内では不協和音が生じるようになったという元旦那はとにかく飲み会が多い人なんですよ妊娠する前はあまり気にならなかったのですがつわりやメンタルの不調が続いても気にかける様子はなく 帰宅も相変わらず遅かったですね。有名なインフルエンサーを紹介してもらえるから大手事務所の幹部を接待するからなどと言い訳するのですが毎回楽しそうに飲んでいるだけで仕事につながっている様子がなくそれで何か成果が上がってるのと聞いてものらりくらりかわすだけでそのうち仕事の話に口を出すと逆ギレされるようになりました。 出産が近づくにつれて、2人はどんどん会話が少なくなっていった。出産当日も、仕事で病院に来てくれなかった、と苦笑する。何をしてるのかわからない外出がどんどん増えて、問いただしても、お前だって経営者だから付き合いがあるのはわかるだろう、と一蹴されました。もうあきれて、退院して少し落ち着いてきたタイミングで離婚を決心しました。 出産して半年後、あきさんが、話がある、と元旦那に LINE すると、俺も、という返事が返ってきて、娘を実家に預けて久々に2人で話し合った。離婚したいと切り出そうとしたら、これ、と住まいの写真を出してきたんです。なんだと思ったら、離婚のことで相談していた弁護士さんとの写真でした。 それも数回カフェに入ったのと、あちらの事務所に入った時のものでした、笑。元旦那は私の浮気を疑い、探偵を雇ったみたいです。浮気する女とはもう一緒にいられない。離婚したい、不倫の事実をばらさない代わりに、慰謝料500万円を払ってほしいと言われました。 秋さんは、離婚は構わないが、相手は弁護士で浮気相手ではないと説明したが、全く聞き入れてくれなかった。それだけではなく、私が自宅で親友に元旦那のことを愚痴っている様子を録音していて、これはモラハラだよね、従業員にバレたらヤバいんじゃない、とも言われました。 もう私の手に負えないと判断してわめき散らす元旦那を放置してそのまま実家に帰りました後日秋さんは元旦那が浮気相手と勘違いしていた弁護士を通して正式に離婚したいと内容証明を送ったというもうただただ別れたかったのですが向こうは証拠不十分の浮気やモラハラの証拠を盾に慰謝料を請求してきました 呆れてしまい、500万円は嫌だけど100万円くらいなら払って終わりにしようかと思いましたが、弁護士さんが全て対応してくれたので、ことな気を得ました。不当な遺写料請求をしてくる前に、そもそも養育費の支払い義務がある旨を伝えたところ、元旦那はしぶしぶ収入証明を送ってきたという。 元旦那は社長だと偉そうにしていましたが、年収は300万円もなかったんですよ。びっくりしちゃって、逆になんだか不憫に感じました。今まで、見え張ってたんだろうなぁと。結局、養育費などは一切もらわず離婚の判を押したが、一番引っかかったのが子供のことだったという。 真剣のことも一回も言ってこなかったし、娘に全く関心を示さなかったのが寂しかったですね。マリコ様の旦那も、ものすごい額の口止め料を請求したって報道があったじゃないですか年下の経営者で、実は収入もそんなになかったって、すごく似てるなぁと、今は娘と2人で幸せに暮らしていると話すアキさん。 再婚について聞いてみたら年下の経営者は絶対にパスと笑っていた以下はネチズンのコメントをまとめたものです篠田真理子を擁護をするわけじゃないけどこの記事で篠田真理子のマイナスイメージがさらに加速するような記事と思う篠田真理子も別れたなら夫のネガティブなことを言わない方が こんな風に記事にされずに済むからいいと思う見出しは内容を要約してわかりやすくしたものをつけないといけないと思う釣りであっては許されない内容を見なかったら誤解されたままですよこの記者は篠田だまりこの人に書いてくれって頼まれたのかなそれぐらい篠田だまりこよりな記事に思える。 家庭のことはその中の人しかわからないことだと思うけど自分のことを「マ、ま、リちゃん」って呼んでるのが一番引いた30超えて自分のことをちゃんづけで呼ぶのはなかなかだぞ